まずはこちらをお聞きください。これはポップパンク進行と呼ばれる進行の一つです。キーが C の場合はこうなります。今回は、このポップパンク進行やその派生型が使用されている楽曲とそのコード進行をいくつか解説します。よろしくお願いします。ポップパンク進行や派生型が使われている楽曲紹介の前に、ポップパンク進行とは何かを説明します。すでにご存知の方は飛ばしてください。ポップパンク進行は、ポップスやロックなどによく使用される定番のコード進行です。ポップパンク進行には、先ほど流したものを含め3種類あります。曲のキーが C だった場合、それぞれのポップパンク進行のコード進行はこのようになります。例えばタイプ1のポップパンク進行を繰り返した場合、他のタイプのポップパンク進行も聞こえてきます。確認してみます。このように、洋楽的なかっこよさを感じられ、繰り返しても違和感のない使い勝手の良いコードです。前置きが長くなりましたが、このポップパンク進行の派生型が使用されているいくつかの楽曲を例に出してみていきます。この動画では、タイプ1のポップパンク進行が使われている楽曲を紹介します。それではご視聴ください。いかがだったでしょうか？この動画でポップパンク進行の魅力が伝わりましたらとっても嬉しいです。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。